ベクロニウム中華物は、非脱分極性筋弛緩薬に属する筋弛緩剤の一つである。商品名マスキュラックス。日本で承認されている効能、効果は、麻酔時の筋弛緩、気管内相関時の筋弛緩である。全身麻酔の補助薬として、気管相関を容易にし、手術中あるいは人工呼吸中に骨格筋を弛緩させる。ベクロニウムは、 普通筋脂管剤と考えられているが、より正確には麻痺剤に分類される。4mg と 10mg のバイアル製剤があり、注射用水に溶解して使用される。重症筋無力症、筋無力症候群の患者では、非脱分局性筋脂管薬への感受性が極めて高い。スガマデクスナトリウムに対して過敏症の起用歴のある患者では、 筋弛管作用を打ち消すことができず潜炎しやすいので、近期とされた。添付文書に記載されている重大な副作用は、ショック、アナフィラキシー様症状、潜炎性呼吸抑制、オーモンス自由解消気管支痙練である。運動終盤のリン作動性受容体を、競合的に阻害することで、筋弛管作用を示し、全身麻酔時に補助的に使用される。 ベクロニウムの神経筋ブロック作用は強力な吸入麻酔薬の存在で若干増強される。麻酔管理下では、相関時の容量を投与した後に、コントロールの二十五パーセントに回復するまでの時間は、注射後二十五から四十分で、四十五から六十五分後には九十五パーセントまで回復する。エンフレラン、イソフレラン、ハロタンの吸入開始後5分以上を経過してから、 ベクロニウムを投与開始する場合、あるいは、定常状態に達してから投与開始する場合は、約15%の減量が必要である。ベクロニウムは、同じアミノステロイドであるパンクロニウムの誘導体であり、ステロイド A 管につく、ピペリジン管の窒素状のメチル元がなくなり、D ツボクラリンと同じもの4級、アンモニウム塩である。立体異性を持つ十箇所の炭素はべて、 パンクロニウムと同じ配置であり、単一異生体である。ベクロニウム中華物は米国で、死刑執行に先立って投与される、薬物群に含まれることがある。囚人の呼吸筋を麻痺させ、鎮静剤及び塩化カリウムとの併用で心筋を停止させる。適切な鎮静剤を投与することなくベクロニウムを投与すると、囚人は意識生命のまま。 疼痛等に反応して動くことができなくなる。2000年に日本で循看護師が筋子艦罪点滴事件を起こし、10人がベクロニウムで殺傷された。容疑者は殺人罪などで有罪となり、無期懲役が言い渡された。ありがとうございます。